いやいや、お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。いやー、思わずはしゃいでしまいたくなるくらいですね。今日はね、暑さ控えめなんですよ。日差しこのように出ているんですけれども、北寄りの風が少し吹いてきましてね、東京の今日の予想最高気温は9月中旬並みの気温なんですよね。そうなるとですね、少し半袖でもう少し涼しく感じるくらい、快適に1日過ごせそうなんですよね。ただし関東地方は千葉県では雨が降りやすいですね。沿岸部雨雲広がりやすいことを覚えておいてください。そして東海地方もですね、午後から三重県などですね、やはり沿岸雨が降りやすいし、そちらは雨が続く予想となっているんですよね。注意が必要です。その他各地晴れて、今日は今週ね、一番晴れる予想なんですよね。洗濯物などもし溜まっている方ですね、今日済ませた方がいいです。明日以降は、前線が伸びてきて、北日本や西日本もですね、前線の雨雲によってその、ね、強まる可能性もあるということで、雨降りやすいです。雲広がりやすいですので、この日差し有効活用してください。さあ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 、褒められるとね、まあ、褒められたことそんなないんですけどね、褒められて生きていきたい、褒められて伸ばされて生きていきたい、そんな風に思ってるんですけれども、褒められた時って実はですね、胸を伸ばすストレッチのチャンスなんですよね。やっていきましょう。すごいね。いやいや、それほどでも。いやいやいや、いや照れながらもそれほどでも。いや照れちゃうな、それほどでも。胸を伸ばして今週も元気にいきましょう、それほどでも。それでは今週も元気にいきましょう。いやそれほどでも、もっと褒めて。